はい、皆さんこんにちは、マイクです。今日はですね、この車中泊問題についてですね、お話をさせていただきたいと思います。今回はですね、今騒がれてますね、登録商標ですかね、商標登録ですか、その問題ではなくてですね、まだ未だにですね、道の駅等ですね、車中泊はお断りというような看板をね、掲げてらっしゃる施設があるということでですね、私なりの意見を動画にさせていただきましたので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。まあ私が言う車中泊っていうのはですね、こういうことなんですけど、ですね、安全な運転を心がけるとき、人それぞれ必要な休憩時間は違いますという主張なんです。これはですね、その人がその時にですね、必要な休憩時間というのは、人それぞれ違うんではないかということです。ですので、2、3時間の仮眠とか休憩だったらいいけども、それ以上だと、お断りしますのような、そういうような、割り振り方ですね。時間の決め方っていうのは、それはちょっと危険な、文言であると私は考えています。なのでですね、結論から言いますと、車中泊禁止ではなくて、モラルやマナーを書いた注射はお断りと。まあ、これだけでですね、解決するようなんですね、表示に、変えてほしいということですね。なのでですね、車中泊と一言で言いましても、中でですね、ご飯食べたり、読書したりですね、また仕事をしたりですね、スマートフォンやなんかでゲームをやったりですね、車の中で DVD とか映画とかをね、や音楽を楽しんだりすることもですね、車内の中ではそれを通常に行われる、ことは、容易に想像できますので、何もその寝る行為だけに限ってダメとかそういうことではなくてですね、もう広い意味でですね、車中泊っていうのは、意味合いとしてですね、休憩も兼ねた、そういう行動もですね、短時間であろうがですね、長時間って言ってます。常識的な、ここで言うとモラルとかマナーとかっていうところが、問題となるんですけども、なので、その人それぞれ違うもんですから、ある人は2時間寝れば十分だとか、ある人は6時間とか8時間寝れないと、次の日の運転に差し支えるとか、そういうことであればですね、それは、基本のですね、先ほど僕が言った通りですね、こういう安全運転に必要な休憩時間っていうのは人それぞれ違いますよ、なので、時間で区切ったりするような、そういう文言の表示は避けてほしいなということです。そういう切実な思いをですね、この動画にさせていただきました。で、私もですね、電気自動車とかで、車中泊を楽しんでる、ユーザーの、一人なんですけども、今後ですね、車中泊をお断りとか、そういう、2、3時間の休憩ならいいとか、そんなようなですね、看板を掲げてらっしゃる施設さんについてはですね、断固やめてほしいということですね。一国民としてですね、一道の駅を愛するですね、ユーザーとしてですね、意見を述べさせていただきました。それではですね、今回はこのあたりで失礼いたします。もしよろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。感謝いたします。失礼いたします。マイクでした。